久保さんまあ12月は一番1年で1年で1回しかないイベントですよねクリスマスセールとか年末セールとかそしてお正月元旦セール初売りまあお仕事やられてる方でもですね小売業というかまあそのなんかやってるんだったら初売りとかやるじゃないですかまあサラリーマンの方はやらないかもしれないですけど、まあ、一番書き入れ時なんですよ でこの書き入れ時にやらないっていう選択は僕はないですね。うん、だ多分10、十、十何年ですか、もう、十、十六年かは分かんないですけど、年末とかお正月は、それっぽい、それっぽい、なんか、うん、なんか一般的なお正月みたいな過ごしたことはないですね。なぜならば、一般の人じゃないからですね、僕は。 うんだからやっぱねお金を稼ぐって人との差だと思うんですよだって人と同じことをやってて人より収入を上げるってできます逆に言うと人と同じことをやっていて人と差をつける収入の差をつけるっていうことが果たして可能ですかもしそれが可能だったら天才ですよね人と同じ量をやって人と同じことをやって収入が10倍上がる それは多分天才だと思うんですよねで。僕は天才じゃないので、じゃあ差をつける上で、えー、何するかっていうと人が休んでるときにやると。人が休んでるときもやるし、人がやってるときもやるし、とにかくやるってことですね。24時間、365日営業ですよ。そんなのは。うん、だって天才じゃないもん。<laughs> そうだから人生の差っておそらくそこなんじゃないかなと思うんですよね。 限られた時間、限られた与えられた時間の中で、どれだけ差をつけたのかっていう話ですよね。でも差はつけられるんですよ。ね、久保さんが言う通り、鴨だらけなんで、みんな休みたいし、みんな浮かれたいし。うん。まあ、クリスマスもね、僕はあの、今回プレゼント企画しましたけど、クリスマスももう企画立ててるんで、もう動画も撮ってますし、クリスマス用の。うん、そうだから僕は、あの、 昔そのなんだあのー、クリスマスの時かさんまさんに救われたんですけどもうクリスマス僕嫌いでしゃあないんですよね、まあ、ずっと会社で泊ま,泊まって仕事してたりとかしてたんでなんか浮かれてんなみたいなでそのその年かその年はさすがにちょっとね家帰ろうっつってね終電で、まあ、実家帰ったんですけど あのまあ寝過ごしてね寝過ごしてあのー、まあいろいろあったんですけどで夜中ついてでまあテレビつけたらねさんまさんがね深夜なんか相談してんすよテレフォンさんまみたいなで今年一番なんか不幸なことをなんか電話してろみたいなねでそれでさんまさんが仕事してるわけですよね生電話で深夜あこれさんまさんっていうかさんまクラスがね どう考えても、誰が見ても、ね、誰が見ても、さんまさんって億万長者、1億、2億の話じゃなくて、多分障害、障害賃金いくら稼いだんだっていう話で、多分相当稼いでると思うんですけど、まあね、さんまさんはそういう稼いでる金額は、多分言わないと思いますけど、まあ、誰が見てもね、何億っていうのは稼いでることは、まあ、想像できるじゃないですか。いううにね。で、そんな人がね、深夜ね、仕事してるわけじゃないですか。 クリスマスの時に。僕はそれを見て思いましたね。俺、俺まだまだだなっていう <laughs>。このクラスが、ね、その、深夜ね、テレフォンショッキングみたいなね、そのなんか生電話してなんか仕事してて、何なんだろうっていうのはすごく救われましたよね、さんまさんに。本当に。それはすげえ記憶に、もう10年前ぐらいの話ですけど、うん、あれだけ成功を手にした、あれだけ えー、名声そしてお金もあるだろうしいまだにテレビ番組をさんまさん出てると思いますしねそんな人が人がねクリスマス浮かれてる時にあの仕事してるわけですよ、うん、だからね一般人があのプロに追いつこうと思ったらやっぱねそういうのをしっかり見た方がいいと思うんですよ身の,た身の丈を知るっていうね もう身の丈を知りましたね、僕は。ああ、俺もしんどいけど、俺もしんどいけども、上には上がいるなっていう身の丈を知りましたね。そう。うん、まあ、やってるんで、みんな。うん。みんなというか、その一部の人ですよね。9割の人は、まあ人生変えられないけれども、1割人生変えた人っていうのは何かしらやってますよ。人が見てないところでやったりとか。うん。まあ、それが僕は事実だと思いますけどね。 うん、なんか最近、僕、は青白王子の,あのライブ放送をあの見てるんですけども、この前も人生相談みたいなライブやってたんですよ。で、あまああれだけね、稼いでる人がライブでね、一人一人ね、なんかあの質問に対して回答してるわけじゃないですか。<laughs> やらんとあかんよねっていう話ですよね。うん、そう。まあ、やりますよ、僕は。 身の丈を知れと言ってらっしゃい